アッシュル・ウバリト2世は古代メソポタミア地方の新アッシリア帝国の最後の王である。前王シンシャルイシュ君がニネベの陥落で死亡してから残党を率いてハラーンで立て直しを図ったが、新バビロニア軍の攻撃によりこれも失う。紀元前609年の戦闘を最後に資料から消え、ここに新アッシリア帝国は滅びた。アッシュル・ウバリト2世はアッシャー・ビリット2。 または、オスル・ビリット2、アシュユーリー・ブリット2などと表記し、設計文字では、アッカド語では、オスル・ビリットであり、アッシュル神は生き続けるを意味する。彼は、シンシャル・イシュ君の息子、及び、アッシリアの首都ニヌベにある全626年と、全623年の碑文に登場する、王太子と同一人物での可能性もあるとされている。シンシャル・イシュ君の統治期間に、アッシリアは、 回復不可能な水準まで弱体化した。1626年から1620年にかけて、新たに形成されたシンバビロニアによって、南部所属州を失い、その後、そのオーナボポラッサルとメディア人との戦いで、アッシュルやニネバといった重要な都市がそれぞれ1614年と1612年に包囲、破壊された。アッシュル・ウバリト2世は、ハラーンに アッシリア軍の残党を集結させ、エジプトと同盟を結んで体制を強化し、3年間、そこで王として踏みとどまった。彼を、アッシリアの王と見る視点は、バビロニアの資料から来ている。同時代のアッシリアの秘文は、アッシリア人たちが、アッシュル・ウバリと二世を正当な支配者とみなしていたこと、示しているが、そこでの彼の故障は、王大使のままであった。これは、彼が、 アッシュル氏で伝統的なアッシュリアの体感を受けることができず、それゆえに彼にはアッシュリアの主審アッシュルから王権が授けられていなかったためである。ハラーンにおけるアッシュル・ウバリト2世の統治は前6 1 0年にシンバビロニア軍がこの町を占領したことで終わった。アッシュル・ウバリト2世は前6 0 9年にハラーンの奪還を試みたが撃退され、これ以降、 もはや彼は同時代の年代記では言及されなくなった。これは古代より続いたアッシリアの王国が終焉したことを示すものである。前7世紀の初め、アッシリアはその絶頂期にあった。肥沃な三日月地帯のすべてがアッシリア王の支配下にあり、公益と文化の流星によってこの時代はパクスアッシリア家と描写される。7世紀の終わりまでに、 アッシリア崩壊して歴史から姿を消し、二度と復活することはなかった。アッシリア崩壊の主たる原因の一つは、バビロニア問題と呼ばれる南部の属州、特に古代の栄誉ある都市バビロンで、ほぼ恒常的に発生していた反乱を効果的に解決することができなかったことである。エサルハドンのように、バビロニアの反乱を発生させることなく、成功利に支配する王もいたが、 この地域の反乱は、シンシャルイシュ君の治世中に激化していた。シンシャルイシュ君は、前6 2 7年に、兄弟のアッシュリエティルイラニの死を受けて即位し、その後ほとんど間を置かずに、前6 2 6年の将軍神、シュムリシルの反乱に直面した。シンシュムリシルは、バビロンとニップルを含む北部バビロニアのいくつかの都市を占領することに成功した。 シンシャル・イシュ君はわずか3ヶ月で、新シ種シムリシルの反乱を撃破したが、この出来事はバビロニアに対するアッシリアの支配を弱体化させた。この反乱鎮圧の直後、バビロニアでナボポラッサルによる別の反乱が発生し、彼もまたバビロンとニップルの占領に成功した。シンシャル・イシュ君は、全626年10月にバビロンの再征服を試みたが、これは、 バビロン市に対するアッシリアの最後の軍事遠征となった。同年の10月22、23日、ナボポラッサルは公式にバビロンの王となり、新バビロニアを建設した。シンシャル石君は、1625年から1624年にかけて、北部バビロニアの再征服に取りかかったが、繰り返し撃退された。1622年、 ナボポラッサルはバビロニアに残っていた最後のアッシリアの全勝地を占領した。新バビロニア軍はアッシリアに食べ重なる勝利を収め、全616年までに遥か北方のバリーフ川に達した。アッシリアの同盟者だったエジプトのプサムテク一世はアッシリアが東方におけるバビロニアとメディアに対する干渉国家として有用であると考え、シンシャルイシュ君の救援に急いだ。 だが、エジプトアッシリア連合のバビロニアに対する遠征は、成功しなかった。1614年には、かつてのアッシリアの首都であり、当時もなおイデオロギー及び、宗教の中心であった、アッシュル氏が、キュア悪されスニ世率いるメディア人によって占領された。ナボポラッサル率いる新バビロニア軍は、戦闘には間に合わず、メディア人が、アッシュルの市民を虐殺し、 略奪を開始した後になって到着した。2年後、アッシリアの首都ニヌベが陥落した。アッシリアをシンシャルイシ君の運命は分かっていないが、一般的に全612年のニヌベの防衛戦で死亡したとされている。アッシュル・ウバリとニセイの出自は、はっきりしていない。彼は、アッシリアの将軍であったことが知られており、シンシャルイシ君の息子であったかもしれない。そうであれば、 アッシュル・バリト2世は、ニネベで発見された全626年と、全623年の日付を持つ秘文に登場する、無名の、王太子と同一人物の可能性があるとされている。シンシャル・イシ君は、知性の早い段階で王太子を定めていた。これは、センナケリブの知性以来、アッシリアで続いていた、王位継承問題を回避するための処置であった。アッシリアの伝統では、 王はアッシュリアの国家神アッシュルによってアッシュル氏における新年祭りで任命されるものであった。アッシュル氏のアッシュル神殿で退官した最後の王はシンシャルイク君であり、前6 1 4年に同志が破壊されたことで伝統的なアッシュリアの退官式を行うことは不可能になった。そのため代わりに彼は前6 1 2年の末にハラーンにあった。 月心神,神の神殿で体感を受けた。神もまた、アッシュリアの重要な神であった。アッシュリアは、ハラーンで、なお存続し、アッシュル・ウバリト二世は、アッシュリア軍の残党をここに集結させた。正式な即位名として、アッシュル・ウバリトが選択されたのは、おそらく非常に意識的なものであった。この名前は、アッシュルは生き続けるという意味であり、すなわち、 アッシュリアの主神アッシュルとその帝国が、最終的には、敵との戦いに勝利を収めることを示唆していた。この名前はまた、遥か昔の前任者である全14世紀の同盟の、オアッシュル・ウバリト・一世と彼を結びつけた。アッシュル・ウバリト・一世は、当時の伝統的な、アッシュリアの統治者の称号であったイシア・クムという古い、宗教的な称号を放棄し、 絶対君主としての役割を示すシャルムという称号を採用した最初のアッシリアの支配者であった。アッシュル・ウバリト2世はシンシャル・イシュ君の後継者となり、バビロニアの年代記ではアッシリア王として言及される。バビロニア人は彼をアッシリア王と見ていたが、アッシュル・ウバリト2世の統治下にあった進化たちは伝統的な大冠式を取り行えていなかったがゆえに、 彼を王とはせず単に王太子とみなしていた可能性がある。このことは現存する文書から推測できる。このような文書には、ドゥル・カトリムから見つかった次のような法的文書などがある。近親たるシャルヌリが、欠落、イサルに対して起こした訴訟。同様に近親たる、欠落軍団司令官、シンシュム、欠落、欠落彼らの女性、欠落。 この合意に意議を唱える者は誰であれ、欠落彼の法的な敵となる。王太子の制約において、報復を求める。彼は、銀銃マナを支払う。二十八日、手別の月、リ臨無瀬から偉愛の年。承人、この年の長、イアディール。承人、シュルムシャリの子ナブーナッツル。商人、ナブウエティルの子シャルエムランニ。承人、シャルマヌレフツウツル。 アッシリアでは各年をそれぞれその年の臨無職にある人物の名前で呼んだ。この法的文書で使用された臨無年名セカライラアイはこの資料中のみ登場する。このことはアッシリアの中核地帯が侵略者によって奪われた後、中央権力が存在しない中で臨無年名が地方化し、しばしば単一の都市に限定されて使用されるようになったことを示す。 ナブユナチルの父親として登場するシュルムシャリは10年以上、前のアッシュル・バニパルの知性の日付を持つ碑文にも登場する。この文書中では、サカーブトや RAB キスリーといった伝統的なアッシリアの称号が使用されているが、これはこうした称号が未だ伝統的な重要性を帯びていたことを示す。この文書はまた、現地の支配者、イアディルを ベルオーリーという称号で呼んでいる。この称号はかつては、アッシリアの王族の構成員にのみ、関連付けられていた。非王族が都市の総督としての役職に任命される際には、通常、ザニュと訳されるまたは、サマヒオーリーという称号が用いられ、ベルオーリーという称号がここで使用されていることは、アッシリアの行政的なフレームワークの一部が、もはや機能しなくなったことを示している。 アッシュル・ウバリと二世の地位について、重要なこの文書中の部位は、王太子の制約への言及である。このフレーズは、法的文書では、一般的であり、エサル・ハドン・オーチオ中の全672年に、使用されて以来頻繁に登場するが、常に、王の制約の形をとる。つまり、王太子の制約というフレーズは、王位が空位であり、代わりにその役割を果たしていたことを示している。 この時の碑文には、アッシリア軍の最後の総司令官であるナブーマールシャリ、ウツルの名前も記録されている。彼の名前は、ナブーガムよ、王太子を守りたまえ、という意味である。このような名前は、アッシリアでは一般的であったが、通常は王太子ではなく、王を構成要素とする。これは、ドゥルカドリンムの法的文書と同じくアッシリアが王では、 なく大太子の統治下にあったことを示す正式な称号が王太子であったとしても、アッシリアの資料は、アッシュルーバリト2世の王位に対する主張に異議が唱えられていたのではなく、単に彼が公式に伝統的な戴冠式を執り行うことができなかったことだけを示している。王太子の即位には、全ての進化と主神アッシュルの正式な承認が必要であった。 王がその義務を果たすことができない場合、王大使が法的資格を持つ代理人であり、王と同じ法的、政治的権力を行使した。アッシュル・ウバリト2世は、アッシリアとバビロニアの双方の資料が示すように、アッシリアの正当な統治者であると認識されていたが、彼の支配は未だ、宗教的視点においては、本来の大観式を取り行うまでの暫定的なものという取り扱いであった。 六6 1 2年にアッシュル・ウバリト2世がアッシリアの支配者となった時、彼の主たる目標はアッシュルとニネベを含むアッシリアの中核地帯の奪還にあった。エジプトとマンナエというこの地域の2つの指導的軍事勢力との同盟によって強化された彼の軍隊がこの目標を達成できるに違いなく、彼のハルダーン拠点下と王大使としての地位は、 単なる一時的な交代に過ぎないと考えられていたかもしれない。だが、実際には、アッシュル・ウバリト2世のハッラーン統治は、アッシリア帝国の最終段階であり、この時点で、すでに、帝国の運命は、風前の灯下であったと言える。全611年、ナボポラッサルの軍勢は、北部メソポタミア全域の支配権を固め、ついにハッラーン国境まで進んだ。 ナボポラッサルが自ら征服したばかりのアッシリアの中核地帯を巡行した後、メディア・バビロニア連合軍は、全610年11月に、ハラーンに対する遠征を開始した。ナボポラッサルの接近によって脅威にさらされた、アッシュル・ウバリト2世と援軍のエジプト人部隊は、ハラーンからシリアの砂漠へと逃亡した。ハラーンの包囲は、全610年の冬から全609年の、 初頭まで続き、最終的に同志は降伏した。ナボポラッサルが、ハラーンを支配下に置いた3ヶ月後、アッシュル・ウバリト2世とエジプト兵の大軍は、ハラーンの奪回を試みたが、これは、悲惨な失敗に終わった。アッシュル・ウバリト2世による、ハラーンの包囲は、前6 0 9年の6月か7月の初めに開始され、2ヶ月後の8月か9月まで続いた。 しかしナボポラッサルが再び軍を率いて、ハラーンへ戻ると、アッシュル・ウバリト2世とエジプト軍は交代した。実際には彼らの退却は、もっと早かった可能性もある。前6 0 9年のアッシュル・ウバリト2世による、ハラーン奪回の失敗は古代アッシリア王国の終焉を示すものであり、この後、アッシリアが復活することは二度となかった。 アッシュル・ウバリト2世の最終的な運命は不明であり、全6 0 9年のハルラーンの包囲は、バビロニアの記録が、アッシュル・ウバリト2世、あるいは、アッシュリア人全般に言及する最後の出来事である。ハラーンの戦いの後、ナボポラッサルは、全6 0 8年前旗全6 0 7年に、アッシュリア軍残党に対する遠征を再開した。全6 0 8年には、 アッシュルーバリト2世はまだ生きていたと考えられ、またこの年、エジプトのファラを寝かう2世が自ら大軍を率いて、アッシリアの丘陵に入り、彼の同盟者を救い、戦いの流れを変えた。全6 0 8年のエジプト人、アッシリア人、バビロニア人、そしてメディア人の間での大きな戦いは、資料上言及されておらず、またアッシュルーバリト2世への言及もないため、 彼は同盟国エジプトがバビロニアと戦闘に入る前、1608年のいずれかの時点に死亡した可能性が高い。1606年、エジプト軍がバビロニアの資料において言及されているが、この資料ではアッシュリア人及びその王については何の言及もない。アッシュル・ウバリトニ世は1609年以降もはや言及されることがないが、エジプト軍のレバントへの遠征は彼らが、 全6 0 5年にカルケミシュの戦いで敗北するまでの数年間続いた。アッシリアが滅亡したことで、続く前6世紀を通じて、エジプトとバビロニアは直接接するようになり、肥沃な三日月地帯の支配をめぐって、頻繁に戦争を行うことになった。リードは王大使だったアッシュル・バリト2世が、百6 2 6年におそらく20代に入ったと論じている。 文字通りには、王の息子の意味であるが、通常は、王太子と訳される。ナブーマール社に移るの前任の総司令官シャマシュ、サルイブにはおそらくシンシンャルイシュ君と共に、全612年に死亡した。ありがとうございます。